あの人は相変わらずだった。あの人は私を見ていなかった。あの人は吉田さんを傷つけようとした。爆発しそうな感情をコントロールできなかった。そんな私の心を吉田さんは抱きしめてくれた。だからもしかすると私にもちゃんとあの人と親子になれる日が来るのかもしれない。ひげを剃る、そして女子高生を拾う。第13話、未来。